精神障害、統合失調症などの精神疾患では幻覚や妄想、不安やイライラ感、不眠が認められ、これらの症状は薬を服用するとともに、そして環境を安定することにより軽快していきます。病気の症状が落ちてくる経過の中で、自発性がない、集中力や持続性がない、人付き合いに過度に緊張する、そういった症状が認められます。これは決して怠けているとか意志が弱いとか、そういうことではありません。これが精神障害の特性なのです。薬を中断したり、いろいろなストレスが重なると再発しやすくなります。不眠になったり疲れやすい、そういった症状が見られたら、あまり無理をさせずに声かけなどもしてください。さらにそんな症状が続くようなら、ゆっくりと休養を取るようにして、主治医や病院のケースワーカーなどに早めに相談を進めてください。精神障害のある方の中には、地域の中で一人暮らしをしている方もたくさんいらっしゃいます。困った時に気軽に相談できる関係づくりを心がけることが大切ですね。部屋の換気扇をつけてるんですけども、そちらの方に音が聞こえるんですけど、それが微妙になんか喋ってるように、すごい高い周波数で喋ってるように聞こえたり、あとはテレビを見てても、自分とテレビの人がなんで自分のことを知ってるのかなっていうふうに見えてびっくりしたりして、家の方に電話をかけたことがあります。ちょっと不思議でちょっとあまりにも自分では理解できないし、このまま放っといてもしひどくなったら大変だなと思って、友達に相談して、でそれで精神科の方の先生に受診をしてもらって、でその時に統合失調症だと言われました。自分では統合失調症と言われて、自分じゃわからないんだけど、でも病気なんだって納得できたところが一つあります。偏見や誤解を持たずに接してやってほしいですね。で、腹痛やら頭痛と同じように一つの病気です。病気は人と場所を選びません。糖尿病や高血圧と同じように、良好な状態を保つためには精神障害も薬を飲み続ける必要があります。やっぱり泣いたりわめいたり大きな声もありました。その時に地域の方も戸惑いを持たれて、どうしたらいいだろうかって言われるので、あ、その時にひとみさんって声かけてやってください。そうすればはっと我に返ることがあるからっていうこと。地域の関わりの始まりでした。運動会に出さないかとか、そういう声かけをしていただいたことがね、とっても嬉しかった。無理な励ましはかえって本人の過剰なストレスに。働きかけは具体的にはっきりと簡潔に伝えましょう。本人のペースに合わせてじっくり時間をかけることも必要です。私たちの身近な人の中にも誰にでも起こりうる病気です。疾患や障害の特徴を正しく理解し、本人の気持ちを大切にすることが大事です。